いやー、隣よ。これだって黒魚丼っつったら、歌舞伎さんしか8000っつってな。おー、なるほど。結構いい品がね、残ってる。高いですね、1品2枚が。やっぱり各店3色は大きいからね。うん、なるほど。引き入れれば引き入れるほど数品が無くなるってことか。ウーピンじゃなくて、健康したらウーピンは必ず数層ですよ。なるほど。大きな甘いではありますよね。で、最後のリーチの時にリアルになる。うーん、上に行けるのは嬉しいですよね。なるほど。勝又、勝又結局一数チップに受けるからこう切ったかもしれないですね。うん、だから効率、上がる効率はスチップより一数チップの方がいいでしょ。でもこの突破争いだから、よし、だからスチップに、え、何引いたの、スチップに持ってんじゃん。ちょっと落としていいですか。まだ もう一回からね。熱い、何も分からないし、嬉しい、切ったこれ。いや、まだ油断してない。はい、まだ油断できます。はい、全然。いやー、でも嬉しい、マジで嬉しい。まあ、これで逆転されるとしたら黒沢の8000一番です。そこかい、そっちだ。そこかい、確かに3番に。あ、やばい。いや、転んでも転んでも黒沢には手材料が入っていく。今度は想像かったですね。3番手の白鳥まで、やはりハネマンツもちょっと足りない。ああ、そうですね。はい、まあ、ということで、なんかパッと見た目倍満までは見えますけどね。倍満積もるとどうですか、黒沢2番手までですか。ああ、パッと見た目見えるわけじゃないですか。ああ、急走、いたたたた、うーん、想図先ほど落とす選択しました。まあ、ただ一色に行かないと積もって倍満以上になるというにはほぼならないと思うので、まあ、ここはね、チームのために少しでも争点回復して次の選手につなげましょうということでしょうね。うん、長いリーグ戦ですから。あ、数層は嬉しい。いや、急走に行った。返してほしい。鎮逸いけたかもしれない。僕の権限で1枚だけなら返してあげてもいいんですけどね。いや、1枚じゃダメです。1枚。あ、1枚は必要ない。2枚欲しいです。あ、2枚ないと役に立たないもんね。そうですね、黒沢さんもちょっと2枚にしてくださいって言うと思います。はい、まあ、しかも僕にそんな権限はないですけど。突然の藤崎チャンス。はい、ちょっとそういったルールはなかったですね。はい、さあ、これでイーシャンテンって言っていいですか。これはもうローピンキンのかな。あ、こっちですか。虎の3品のこと考えて2品残すっていうのもありましたか。そうですね。うん、ただ3品あって面単品つもイーペーコードラドラ、あ、倍満までね、ありますもんね。そうですね、まあ、高めみたいなところありますけれども、うん、可能性を残すっていうのはありましたかね。どうでしょう、これだと。あ、赤馬引いて裏1でいいのか。これに決めている。さあ、そしてテンパった、初のポンしてテンパイが濃厚かと思いましたが、はい、ここは役なしテンパイからリーチいった。ウーパーピン待ち、堀のウィニングランになるか。トップ目堀からリーチが入った。はい、他の3人にも時間は残されてないかもしれないぞ。白鳥は2番手までは行きたい。そして堀からリーチ棒が出たことで皆さんの条件が緩和されました。うん、と言っても厳しいですけれども、堀はハネマンツモ、黒沢もハネマンツモで着順アップ。ただ白鳥プロとしては勝又プロと2100点差なので、堀さんのリーチがね、まあ、おそらく役なしでしょうとみんな思ってると思うので、3000、6000とは言ってくれると思ってないと思うので、やっぱり自分で行くしかないですよね。まあ、白鳥としては着順落ちの危険はない、リターンの方が大きいですよね。堀さんに打っても落ちる危険はほぼないので、他の人が来るかもしれませんけどね。これ、あ、そう、これ3ピンドラだとほぼウーピンじゃないですか、これ。6ブロック嫌いますか、それとも。どうでしょう、ターツ23とか67とか落とすか、ウーピンを切って受けをいろんな種類にするか。ただウーピンに手がかかると堀の上がりです。ただイーソク3枚切れなんで、まあ、強くいくとは思うので、3増2増と打つか。そうですね、3増から補充回避。さあ、堀の上がり牌のウーパーピンですが、山には全部合わせて3枚残ってます。まあ、赤ウーピンもあり、まあ、堀さんにとってはね、赤でも黒でも大差はないですけど、うん、まあね、着順的には赤でも黒でも、まあ、打点は関係ない、もう堀はトップを確定させたい。
さあ白鳥ドラドラ赤です。これハネマンツモトップの可能性が見えてきました、はい、ここはもうリターンが大きい押していく。勝又は宝珠の3着落ちがある、ね、難しい立場です。勝又プロが一番難しい立場ですよね、はい、先ほど藤崎さんおっしゃってくださいましたけど、積もられての親かぶりの落ちはなさそうかなっていうことですよね。そうですよね。2004戦までは耐えます。ただ最悪なのが白鳥プロがもう3、2と押してきてるじゃないですか。明確に押してますね。これ流局して天敗の点はアウトなんですよ。そうだ、だから勝又プロとしては宝珠もまずいけど流局もまずいんですよ。そしてさらに押すドラ表示牌ですよ。まあドラ表示牌でもね、まあ、考えようによっては行く一手のところで、うん、うわひどい、このドラ今さあどうだ、堀ウイニングランなるか。白鳥勝又は非常に繊細な点差です。白鳥はまだ転敗してない。順目も順目で夢みたいな話ですけど、これドラ重なったら黒沢さん一気にスパートじゃないですか。スパートできますね。ヤマピンは振り点だ。でもドラ1枚残ってるんですよね山に、でまあ黒沢さんも折りがないので、基本的にもあのイーシャン点振り点で苦しいですけどね、もう行く一手だと思うんで、はい、だ赤ウピン残ってるって言ったよね。そういえばね残ってます。あれあれ黒沢さんが引くとあれセレブセレブあるね。セレブのセレブたるゆえんが危ない危ない危ない引きそうなんですよね。ちょっとこれ本当に 言っちゃうとやばいよね。言霊ってありますからねやっぱりね。だって黒沢さん両パスを引いてももう目つぶってローピン切って振り点リーチですよね。だってねだと思います。3ピンドラだからカンオピンに受けられないですからね。そうなるとリーチツモ太陽ピンフイーペーコ赤赤ドラバイマンそんな劇的フィニッシュの可能性がまだ残されている。ちょっと衝撃映像の可能性が出てきましたね。いや絶対も最後まで見逃しちゃダメですよこれ。赤のピンまだ残ってます来い。でもよっしゃイエーイ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 ちょっとでしょイエーイイエーイやりそうしょうがないメイク落とそういいです。ちょっと分かんない、はい、出ないっていうか。そうですね。出たいに決まってるでしょ